曲あるいはタイプごとの説明の第2弾は4時から遅くまで From 4 till 8をやります。まあロバートの基本スタイルはカインドハーテッドウーマン系なんでしょうけど、まあこの曲もノーマルチューニングでキーは C っていう、ある意味ギターのより基本的な簡素なものになってますけど、そういうことでこの曲を選んだんじゃなくて、この曲がロバートの曲というものに対するアプローチ、考え方がよく表れてる一つの他の曲に対するヒントにもなるようなものが含まれている曲だから、これを割と早い段階で紹介することにしました。4時から遅くまでは、12小節1単位、ワンコーラスが12小節、まあブルースにワンコーラスとかっていう言葉を使うのは適切かどうか分かりませんけど、まあ、使わせてもらいます。ワンコーラスの中に歌を歌ってこうするギターフレーズがあって、歌を歌ってこうするギターフレーズが2回ある。12小節の中に。という構成になってます。これですね。このフレーズが4度上がったところでも、もう一回。ていう、これのことを言ってますけど、これがですね、1番、2番、3番、4番、5番まであるか、5番。全部表情が違ってるんですよ。このフレーズが、表情を変えていっている。ただのみたいな譜面で表すと全部そんな感じになっちゃいますけど、そういう譜面で表しきれるようなものは一つもなくてですね、全部かなり特殊な変わった雰囲気のものが全部表情が違っているという、相当なものを仕込んでいる曲です。これをどう説明するかっていうのは難しいんですよ。ただ単に結構ラフだねで終わらせてしまうことも可能というか、普通の印象だとそんな感じで終わっちゃうかもしれないですけど、これがですね、私の言うところの手間をかけてないものから手間をかけているものへ、段階的に深度を増しているというふうに聞き取れるんですよ。西洋音楽で例えば曲を終盤に向けてドラマチックに演出するっていうのは、例えば音を次第に大きくしていくとか、あとは最後は荘厳な感じでゆっくりしていくスローにしていくとか、
あるいはストリングスを増やしていくとか、そういう考え方だと思うんですけど、このロバートの考え方っていうのはそういうのとは若干というか、違っていまして、なんていうんですかね、聞いてもそれほどの変化があるわけでもなく、気づかれるようなものでもなく、本人のなんかいたずら心だったり余裕だったり、なんか本人の楽しみとしてギターをこねくり回してるような、人の気づかないような部分でこねくり回してるような感じさえもあるんですけど、それでも単純なものから手間をかけたものへと変化をつけていることで、やっぱりなんていうか、曲を盛り上げる盛り立てるっていう装置でもある、そういう工夫だというふうにも捉えられるんですけど、それを解説していくと、前に言ったみたいにただのダウンピッキングが最も手間をかけてないもので、つまんだ両方からの音を少し手間をかけたものっていうふうに前に言いましたね。で、こっちからの音も同時にやると3点の音だなんて言いましたけど、その3点目の音は今回はあんまり、一度もかな、ほとんど登場しないんですけど、これとこのゼロクリングオフというか、こっちの何もないとこから音を出していくという。で、こっちの指を使うと何もないところから出していく音が2つ鳴らせることができるんですよ。こっちを使うと1個しか鳴らない。上からやろうが何だろうが、ここでもう押さえちゃってますから、ここの1弦しか鳴らない。こっちだと1本、こっちだと2本鳴らせる。この違いを利用して、複雑な音を作り込んでるんですよ。1番はこのダウンピッキングだけで、こっちの単音だけを使って、みたいな感じで、2番以降はつまみを入れて、で、3番はこれ、この今までのこれに合わせて1個下がって、半音下がったところでは、こっちの初めて2本のやつを登場させて、で、サビっていう言い方が適切かどうかわかんないですけど、主題の「From Fawn Till Late」っていう歌詞が出てくる4番は一番安定したこっちの2本、一番いいものをここにあてがって、それで最後はもっと盛り上げる、最後はこれ、この複合ですね。ちょっとあんまりうまく音出せてないですけど、私も未だに練習中でスカーッとうまいこと出せてないんですけど、というふうに私には聞き取れます。これをさらにですね、こっから先はちょっと私の想像文が
強くなってきますけど、まあいろいろ他の曲とかなども参考にして、だんだんこう逆手をしている部分っていうのを特定してきてるんですけど、この曲も逆手にしてるんじゃないかという部分がありまして、それが最初の歌と呼応するギターの後のもう一回のこのフレーズをこっちでやってる、逆手を使っていると私は判断してるんですけど、こっちの。これを2回目を逆手を使うとすると、同じ構成でこっちはつまむだとか、こっちは一単音だとか複音だとかっていう同じものを当て込んでも表情の違うものに否応なくなると思うんですよ。こっちの順手と逆手では、やり方が考え方同じでもやり方が違っているので、出てる音というかこっちの出し方も同じように、仮に同じように出すことを目標にしてても粒が揃いようがないっていう、それを利用して複雑な5番まで10個の同じフレーズを全て表情を変えてやるという遊びのような、なんていうか効果がどれぐらいあるかっていうと、そんなにはないけど、なくもないっていうか、曲のプレイヤー個人の色付けとしてはもう確実に、つくでしょうけど、とにかく目立って、ああこうしてるなと分かるようなことではないので、どれぐらいの効果があるのかは分からないですけど、とにかくそういう超地味だけどすごいことみたいなのをやっていているように私は思っていてですね。それでこういう考え方が他の曲にも見られると。まあ見られない曲もあります。平行的に分裂してて、次第にこうドラマチックに積み重ねて、単純なものから複雑なものへってしているわけではないという曲もあります。例えば「ゼア」「レッドホット」、フォーカム調の曲なんですけど、薬売りの、ああいう曲はギターの複雑度はずっと変わらないんですけど、歌の方でノリをこう強弱っていうか、ノリが厳しいノリになってなったり緩和したり、最後どんどん厳しくなっていくとか、歌の方で盛り上げ方を作っている感じの、そういう曲もありますね。まあこの平歌というか、そういう4時から遅くまでは今まで説明したような仕掛けがなされてます。イントロもこなかなかこう、こっちのなんていうか意識に上りにくいような、このゼロプリングを駆使してこう複雑なものにしてますね。そういう、まあそういうところまではなかなか説明しませんけど、今後もこういう感じで気になる部分だけ説明していこうと思います。では。